おはようございます。まずは、この度僕の動画、1週間、配信停止になってました。そのことまあお伝えしたいのと、番組ね、楽しみにしていただいている皆様には、ご迷惑で期待を裏切ったことに関して本当に申し訳ございませんでした。もうこれかれこれ何回目なんかな、本当にこういうお詫びというか。でまあ経緯としては、僕自身がたまに皆様見てもらってる方いてると思うんですけども、サムネイルで、なんか過激なタイトルと過激なサムネイルで、それに、まあ誤解を生ました上で再生したら、まあ、動物の動画が流れるみたいな感じのやつをたまにやってて、でまあコメントで「わあまた裏切られた」みたいな。でもそれ悪気があってとかではなくて、本当に笑いに持っていけるような動画っていうのは自分の中で作ってきたつもりでした。でまあ最後に流れたやつかな、動物のなんかこう、ね、猫の動画があって、であれのまあサムネイル自体がちょっと怪奇なサムネイルで、まあ、1週間配信停止ってことになりました。本当に、自分自身、もう少し、もうしっかり勉強せなあかんなっていうのと、もちろんまあ学びは足りなかった。でそれと同時に、やっぱこう、自分の中でユーモアでやってきたつもりなんですけれども、やっぱサムネイルがまあちょっと過激すぎたみたいで、あれでまあ不快な思いをした方がいてるかっても難しいと思うんですけども、僕のチャンネル本当に楽しみにしてくれた方々に関しては本当に申し訳ございませんでした。今後サムネイルに関してももうちょっと、自分の中で厳しめにいきたいと思います。それと同時に、まあ、再生数が一気に上がってきて、視聴者も、まあ、この3週間ぐらいで5000人ぐらい増えてたんかな。でこの勢いで年末まで、まあ、10万人突破するなら銀の盾かな、なんかもらえるなみたいな、盾じゃないかな、なんかそのもらえるなと思って、そこ目指して頑張っていこうかなと思ってたんですけども、まだ一旦振り出しになりました。ただ本当にこれを機にもう一個、まあ、しっかり学んで、あとは、まあ、あくまでも、まあ、僕の目標とすれば、まあ、一つの、まあ、流れとして、一つ、まあ、ゴールとして、10万人突破できるように。で、それを、まあ、本当に見てくれてる方々の皆様が、本当に楽しめるような、動画を制作してまいりたいと思います。あと、まあ、ね、最初は1日、2件ずつ、2回ずつ動画、まあ、アップしてたのが、まあ、週に4回になってという状況なんですけども、今は自身とすれば、まあ、本当に、ボクシング、人生においてやってきたボクシングに関して言えば、最終段階、で次のタイトルマッチとかも含めた上で、ようやくちょっと、まあ、世界の足がかりみたいなのが見えてきたので、人生においては、まあ、そっち側を集中してやってるとこはあります。それと同時に、まあ、やれる範囲で、まあ、動画も作っていってるけども、それに対して本当に手抜きをやっていくというのではなくて、あくまでもしっかり構成練って、これからもやっていきたいと思います。これから皆様、エラスシーコ、ぜひともよろしくお願いします。とともに、僕を動画で知ってくれた方々において言えば、知ってくれたことが必ず、勇気と希望に変わるような、そういうような、最終的に自分なりに、動画を通して、自分個人の生き様を通してお伝えしていきたいと思います。最後になりますけども、本当にご迷惑かけた、皆様、申し訳ございませんでした。これからもぜひともよろしくお願いします。ありがとうございました。